大木町駅は大阪府大阪市北区天神橋4丁目にある大阪市高速電気軌動境筋線の駅。駅番号は K12。北改札口を出て一番出口から徒歩5分のところにある JR 天満駅と乗り換えが可能である。天満駅から天神橋筋6丁目駅までは徒歩10分程度であり、天満駅から阪急淡路駅方面へ向かう場合は、 天六まで向かう方が安価となる。また、自駅南森町駅が JR 東西線大阪天満宮駅に接続しているため、同線と区別するため、JR 環状線は乗り換えと案内される。これは千日前千玉川駅でも見られる。現在の天神橋筋には、扇橋という名前の橋が天間堀川にかかっていた。当駅所在地において1913年に、 開業した大阪市電天神橋西筋線の駅名は、大木橋駅で1966年の廃止まで、駅名に変更はなかった。なお、市電開通後の1924年に当駅の西方に、北大木町、東大木町、西大木町、南大木町の町名が誕生したが、大木町の町名が誕生したのは、当駅開業後の1978年で、ある。 大木町駅改札口1号で入り口に残る昔のタイル2面2線の相対式ホームを持つ地下駅である。改札口は南北1カ所ずつだが、両方とも同じコンコースにつながっている。2020年11月10日の1日、乗降人員は14,061人で、堺筋線内の駅で最も乗降人員が少ない駅である。大木町駅駅場付近駅周辺は、 デザイン、編集、放送、ウェブなど、クリエイティブ系のオフィスや、広告関連企業が多い。かつては、大阪北定心病院が、付近にあった。最寄り停留所は、大阪府道14号線の大木町交差点付近に、ある大木町となる。振り仮名は、大木町ではなく、大木町となっている。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。